ん、何か今聞こえたか？いいえ。おし、しよう。君は一体何をしてるのかな？スリスリです。あ、そう。しよう。私にもリムル様を抱かせてください。ダメですよ。これは秘書の仕事です。いや、そんなことはないんだが。そんなことはありませんとリムル様が。そんなことありますわ。ペットか何かか？ま、悪い気分じゃないけどな。俺の名前はリムル・テンペスト。ただのしがないサラリーマンだったのに、刺されて死んで気づいたら異世界に転生して、気づいたら可愛い子たちのマスコットになっていたのだ。も、なんだかぬるくなってきましたね。リムル様、もう少し冷たくなりませんか？